はい、プレサンチャンネルです。カズです。マユです。トシです。今日はね、トシスペシャルの3本立てになってます。はい、なので3本目です。はい、はい、でね、もう謝ったから、だいぶ聞かれます。あ、もう、はい、前回バリバリで喋ってもらえばいいので、はい、で先日のね、その仙台の動画、うん、なかなか好評で、うん、ちょっとシャイな東北の、うん、東北ガールと東北ボーイズ、ねうん、に大変見ていただいて嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。またね、宮城、まあ、東北公演があればね、我々の都合があればそこでまた ね行きたいと思ってますので、うん、ぜひね、またお会いした時にはお声掛けいただけると嬉しいなと思いますし、できるだけ次回はですね、早めにたどり着けるように、そうですね、はい、頑張りたいと思いますし、うん、まあ、トッシーにもね、しのちゃんと の連絡係をね、うんうん、つなぎ役をお願いしてしまって、はい、本当にありがとうございました。YouTube のコメント欄をね、すごいよね。まあ今度だからでも名古屋でそれが起ころうとしているので、まあまあそれも大変だろうなって今は思ってるんですけど、まあまたどうなっていくのか、その行方をね見守っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、道具さんよろしくお願いします。仙台は電波状態あまりよろしくなかった。よろしくなかったですね、はい、最悪でしたね。他の方からも聞いた、そう、走行ができなかったんで、まあ、あんな感じになってしまったんで、ね、そう申し訳なかったなと思うんですけれど、で、ね、宮城の時にお会いできなかったね、はい、岡ちゃんと恵子さん、まあ、あと我々は名前を知らない誰か見たかもしれないですけど、会いたかったですって、その後コメント欄にいっぱい いただいたので、うん、本当にね、お会いできなかった方申し訳ありません。私たちの到着が遅いがために本当に皆さんに探していただいたのにもかかわらずお会いすることができませんでした。で、とりあえずですね、岡ちゃんは、うん、公式トレードで、うん、何気に全部申し込んでるっぽいんですよ。で、初日ね、うん、長野の初日もそれで当日の11時に当選が決まって、まあ、あの時はね、長野にいたからどうにかバタバタはしても、うん、とりあえずあれでしたけど、うん、今回は宮城の1日目を、うん、お家にいる段階で11時に当選が分かって、そこから飛んでね、うん、行ったっていうんで本当に大変だったと言ってたんですね。で、同じ日じゃないよね、ママたちは明日だよねって言われて、そうだよ明日だよって言ってて、本当はまあ、帰れないから泊まるんだけど、だけど会場行くかどうしようか悩んでたらしいんですけど、私たちも行くしと思うから会場にシャトルバス40分揺られて来てくれたんですよね。なのに私たちの到着が遅いがためにお母ちゃんと会えず、うん、遅い遅すぎるあれ、お母ちゃん怒ってたわけじゃないんですよ、あれは。そうそうそう、埼玉県民なら分かるギャグなんで、うん、はい、ということでね、はい、会えずじまいだったんですけど、そんなお母ちゃんがこの間スーツ姿でランチ、この年みたいな、スーツ着るんだからスーツでした、はい、ランチタイムに入りたての頃にね、ひょっこり現れてくれまして、で、船越には何度も来てるけどコーヒー飲んだことなかったから来たって言って来てくれて、で、まあ、ランチ食べてコーヒー、うん、プレサンブレンド飲んで、で、お帰りになったんですけども、うん、で、しばらくランチが、ね、同じ、ね、その日ね、はい、同じ日なんです、うん、ランチがもうすぐ終わりそうだわーっていう時に電話が鳴りまして、電話に出たら恵子です。って今度は福島の恵子さんね、福島の恵子さんが、はい、なんと新幹線に乗って船越に来てくれちゃったんですよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、もうその前の日から行こうって突然仕事がお休みになったから、うん、この休みをどうしようかなと思ったら、もう思った時が吉日だということで、うん、船越に行こうと思って前もって言おうか悩んだけど、うん、ちゃんとたどり着けなかったら行く行く詐欺になっちゃうから、うん、とりあえず何も言わずに来ちゃったっていうことで春日部の駅に到着してからお店に電話をくださいまして、
で今から行きます、うん、春日部の駅なのねって、うん、私だからね西口東口をチェックしなかったんで電話切ってからアルバイトの子にママちゃんと西口にいるだろうねって、うん、ああそこまで聞くの忘れたって言ったんですが、うん、何気に恵子さんは素晴らしい、うん、あのキレッキレの方なので、うん、船越のホームページを見てちゃんと LINE 登録もしてくださってるような方なので、うん、そこは大丈夫だろうと私は信じていましたそしたらほどなくしてね、うん、お店に来てくださいまして無事にお会いすることができましたまさかねあの宮城じゃなくて春日部でお会いすることになろうとはね本当に嬉しいですよ、うん、で新幹線に乗ってまで来てくれるなんてね、うん、それもすごい気配りで、うん、ランチタイムは忙しいだろうから、うん、大宮で時間を潰して、うん、混み合ってる時間をずらすようにね、うん、考えて来てくださったんですね、うん、嬉しいですね、はい、本当素晴らしいです。そしてですねその恵子さんが、座ってコーヒーを飲み始めたぐらいのタイミングで、うん、なんとトッシーから私に電話があったんですよ、うん、あじゃあ俺の出番かな。出番ですちょっとだけ、うん、同時刻にそう、うん、まあ普段この辺の春日部で働いてるんですけど、その日は、会社の本社に行ったんですよ。そしてね普段あんまり会話をしたことのない、ちょっと先輩の女性社員、別のビルので働いてる方なんで、たまたま階段だったのよ。ねえ浜田省吾のライブやってるけど行ったのっていきなり言われたんですよ。今やってますし行ってますよ。なんで知ってるんですかって言ったら、私来年の5日の賜り行くもん。行くもん。なんか話がよくわかんないですけど、なんで僕がそもそも浜田省吾のライブをやってて、で僕が浜田省吾さんが好きだっていうこと、なんで知ってるんですかって、うん、あなたのことはね、別の社員づてに聞いてたのよ。もう有名だ。好きだって聞いてたのよ。だから今度会ったら聞いてみようかしらと思ってたのねって。そうなんですかと。だって私浦和に住んでるじゃない。でもう省吾さんが大宮浦和に来た時はほぼ行ってるわよって。だからそれってだいぶ前じゃないですかって言ったら、うん、だから1982年とか3年とか行ってたわよって。そうなんですか。この会社にこんな話ができる人いると思わなかったですっていうところでしばらく階段で話をして、ファンクラブ入ってるんですかって聞いたら、ファンクラブ入ってないの、だから今回は埼玉スーパーアリーナの5日だけまた単で行くんだけど楽しみにしてるわよって。いや僕も行きますよって話になって、うん、そうなんだっていうことでね。でそしたらね、だいたいこういう話になったら、今の私のルーティーンは、一応ねちょっと俺宣伝じゃないんだけど、ちょっと YouTube ちょっとたまにちょっと出たりしてんですよねって見てたら、あこれなんか見たことあるって言われたんですよ。見たことある、あそうなんですかって。でも多分それに僕が出てるってことは多分知らなかったと思うんですよ。だから、いや僕ちょっとたまに出てるんですよって言ったら、そうなの、じゃあ今度見るわよっていうことになって、じゃあちょっとチャンネル登録してくださいって、分かった分かったって言って、そしたら僕さ手帳の中にさ自分用のステッカー持ってたから、また渡したのね、うん、営業してるでしょ。ありがとうございます。それでじゃあ見るね、じゃあまた感想話しましょうよって言って別れたんですよ。そうしたらもうびっくりするじゃないですか。だって同じ会社にこんなことが喋れる人がいると思わなかった。うん、それでマリさんに電話して、そうはいどうぞ。はい。でトッシーが今こういうことがあってねって今の話をね全部言ってくれて、ちょっと待ってトッシー、ねって今ね福島から恵子さん来てるのったら、ってなって、私もって本当今もう春日部の駅に来ちゃったってね言われて、って言ったけど、でかその後カズにもね、そう俺でもほら近場にいないとこに行っちゃってたから、うん、それを見たのはだいぶ後なんだよね。そうでもみんな第一声はっていうぐらい驚いてね、来てくださったんですけど、たまたまそのタイミングでトッシーが電話してきたから、いるんだよって言ったら、じゃあ俺今からだと
車で道が混んでなければ40分って言ったら、来たばっかりだから大丈夫って言って、また有料道路を使って帰ってきちゃった。おでね、無事にトッシーとも会うことができて、うん、3人で盛り上がりましたね。うん、俺も壊れたかったよ、だから。ね。ちょっとね、でも、本当でも、トッシーがいてくれてよかった、うん、せっかく来てくれたのにね、はい、眉だけではちょっと寂しかったかもしれないから、うんうん、トッシーがいてくれてよかった、うん、でね、トッシーね、もうその頃から、昔から、スマホに日記ね、うん、書いててもともとほら、トッシーと、福島の公演の話でね、恵子さん、そう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 、だからその話もあって、うん、最初はその頃の写真とかって探しててないなって言ったんだけど、うんうん、あ、そうだ、僕日記書いてたんだって思い出して、その日記からいろいろ出してね、お話をしたら、いやもうその後、今日はありがとうございましたって私が恵子さんに LINE した時に、いやもうトッシーさんのあの日記の記録力と記憶力と記録力が素晴らしいって言ってましたよ。それだからそれがさっきの姉浜さんたちの、うん、奉仕作業があるから、はい、それ鍛えられたんですよ。本当にだからそういう風にしてね、その日は、うん、浜友さんが2人もね、うん、突撃してきてくださって、うん、とっても嬉しく、うん、楽しいね、うん、一日だったんですが、うん、その翌日もありましてね、翌日はですね、ランチまた始まった頃にご夫婦がいらして、ナポリタンとカレーとトーストとケーキ、これとこれとみたいな感じで結構楽しんでいろいろオーダーしてくださって、その時まだ私アルバイトもいないから私が全部やり取りしてたんですね。だけど普通になんかやり取りしてたから、まさかと思いまして、いつものパターンだな、それはな。それでそのタイミングからうわーって混んでしまって、うん、満席になって、うん、来店したお客様が座るとこなくて帰ってしまうぐらい混んでしまったんですよ、うん、でたまたまそのご夫婦が食べ終わってね、もう混んでるからまあ帰ろうと思ったんでしょうね、うん、そしたらクレジットカードだか何払いだかちょっと現金じゃない支払いをしたいって言ったんですが、それだと私が手を止めて機械操作をしなきゃいけなくなっちゃうし、まあ、どっちにしてもまあメニューに書いてあるんですけど、混み合ってる時はちょっとご遠慮いただくことがありますということで、データを入れられないとその払いができないので、申し訳ないけど現金にしていただけませんかとお願いしたんですね。たらまあ快諾していただいて現金払いにしてくださったんですけど、それを旦那さんがしている間に奥さんが反対側に回ってきて、料理している私に YouTube 見てますって言うんですよ。そのパターンかよ。って。でももう本当にもう私はもうちょっとオーバーワークに なるね、なってる状況だったので手離せないし、うわーって話したいって、だけどごめんなさいって言ったら、何時に来たら話せるのみたいな感じにね言っていただいて、2時過ぎてればって言ったら、はいって言って帰られたんですよ。だからその日の2時過ぎに来るかなって思ったらいらっしゃらなかったんで、どちらから万が一遠方だったら超申し訳ないと思うんですけど、本当にね、来る時はできたら、まあ、来られた時にあれだよね、まず最初に、うん、見てますってまず言ってもらった方がいいし、はい、それからね、ランチタイムを外してもらうと、うん、そうなんです、うん、だから恵子さんね、はい、その前の日に来た恵子さんもその前に LINE でやり取りしてて、混み合ってなければいっぱいおしゃべりしましょうねって言ったので、おしゃべりしたいから混み合ってない時間に来てくださったんですよ、うん、なので本当に申し訳ないんですが、混み合ってない時間、本当ランチね暇な日もあるんですよ、だけどそういう風になってしまう時もあるので、うん、はい、
できれば、ね、うん、時間をずらしてランチタイム外していただけると、はい、ゆっくりお話ができるかなと思いますので、はい、でなおかつ来られた時は先に行っていただいた方が、はい、多分そういうふうにあの対応もできると思いますので、うん、はい、だからぜひ、ね、ステッカーもお渡しできなければどこから来たからもわからないのに失礼してしまって本当に申し訳ありません。リベンジお願いいたします、はい、よろしくお願いします。近くにいればね、僕もね、ね、はい、飛んでくるのにね、はいはい、ぜひね、はい、あのまあ、あの事前にもう今日こう、ね、あの明日来ようとかって分かってれば、まあ、あの LINE で予約していただいてもね、うん、構わないので、そうすると本当にあのお時間もね取れて、うん、あのたっぷりお話もできるかなと思いますので、はい、ぜひちょっとあのそこの辺ご協力いただくと楽しい時間、はい、これからも浜友さんも浜と、うん、神々だね、はい、これからも浜友さんね、あのご来店いただけるのはもうウェルカムであのお待ちしておりますのでね、その点だけちょっとね気をつけてお越しいただければと思います。よろしくお願いします。プレサンチャンネルでした。この動画が楽しいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。